モンテネグロの首都ポドゴリザにあるサッカー専用スタジアム。ポドゴリザに本拠地を置くサッカークラブ FK ブルチノスとポドゴリザのホームスタジアムでサッカーモンテネグロ代表の試合も開催されている。第二次世界大戦終結後間もない1945年に完成。当初の収容人数は5000人だった。初代スタジアムは1952年に 火災で失われ、再建時には1万7000人に拡張した。ユーゴスラビア解体後、スタジアムは東スタンドの撤去と北スタンドの新設が行われた。直近の改修は2004年から2006年に実施されたもので南北スタンドが2階建てになった。また、東スタンドが新設された。2011年、モンテネグロ代表単イングランド代表の試合において、 モンテネグロのウルトラスがピッチに侵入し、イングランド代表のジョーハートに対して発煙筒が投げつけられた。2015年3月 UEFA ユーロ2016予選グループ G のモンテネグロ代表対ロシア代表の試合において、ロシア代表のドミトリ・コムバロフやイゴール・アキンフエフに物が投げつけられるなどしたため、67分に試合は打ち切られた。ありがとうございます。